祈りと願い。祈りとは、本来神の意に祈りと書きました。祈りとは、神の意をことほぐこと、神の意を祝福する釈迦の教えは感謝だったこと。つまり、あなたの仰せに従います、あなたの望むように生きていきます、というのが本来の祈りの意味でした。願いとは、もともとの言葉がねぎらいから来ています。ねぎらいとは、いろいろお世話になってありがとうございましたとお礼を言うこと。つまりねぎらいも結局はありがとうということなのです。祈りも願いも自分の望みを叶えてくださいということではなくて、今あるがままこの状態をありがとう、ありがたいですというふうに伝えることでした。もともと神社仏閣は要求をしたり願いを叶えてくれというのではなく、お礼を言う場所なのです。あれをしてくれ、これをしてくれ、これを叶えてくれ、あれを叶えてくれということは、神仏に対してあれが気に入らない、これが気に入らないと宣戦布告をしに行ったようなもの。聞いてくれるわけはありません。逆に今自分が置かれている状況がいかに幸せであるか、恵まれているかということについてのお礼を言いに行くと、ああそこまで分かっているんだったらもっとしてあげようかなという気持ちに神仏はなるようです。ですから恵まれていることに気がつき、恵まれている、ありがたいと言っている人ほどどんどん恵まれ、もっともっと恵まれていきます。逆にあれが足りない、これが足りない、あれをよこせ、これをよこせと言っている人ほど全然神仏が聞いてくれないがゆえに何も手に入りません。心の貧富の差はどんどん広がっていくのです。感謝している人にはたくさんのものが降ってきて、より感謝をしたくなるし、足りない足りないと言っている人はより足りないものが増えていって何も満たされない。現在私の周りには初詣で、あれをお願いします、これをお願いします、これを叶えてください、あれを叶えてくださいという人が随分少なくなりました。ただ単に初詣でお願いをするのではなくて、神社仏閣に行ったら今自分がいかに恵まれているかについて神仏にお礼を言い、ありがとうを言う人がすごく増えています。お礼を言いに行くわけですから、いつ行ってもいいのですが、12月31日の夜に、夜10時頃にお礼を言いに行って、1年間つつがなく普通に商売ができ、普通に生きてこられたことを幸せです。
ありがとうございますと伝えることもできるのです。ずいぶん多くの人がそういう大晦日のお礼参りをするようになりました。何かを叶えてくれたらお礼を言うというのではないのです。神仏との関係はどうもそういう関係ではないように思えます。感謝には段階があって、自分の望みや願いが叶った場合に宇宙や神仏に感謝するという感謝の仕方もあります。しかしこの感謝の仕方は感謝のレベルで言うとまだ初級のように思います。もう一歩先へ進むと、今あるがままに、今自分が置かれている状況がいかに恵まれているか、それは当たり前のことに囲まれていることなのですが、それに感謝ができるようになります。目が見えること、耳が聞こえること、自分の足で歩けること、普通に話ができること、普通に食べられること、話を聞いてくれる友人がいること、そういう当たり前のすべてのことが感謝の対象になります。当たり前のことに感謝ができたら、感謝の達人の中級者になったと言えるでしょう。感謝の達人にはさらに上級者のレベルがあります。それは一般的に多くの人が不幸だとか悲劇だとかいう病気や事故、災難、トラブル、そういうものに遭遇した時のことです。そういう状態にあっても、その結果として自分が成長できた、大きくなれた、悩みや苦しみの感じ方が随分減ってきた、おかげさまで成長できたというふうに、そのことについて手を合わせることができるようになれたら、これが感謝の達人の上級者になります。ここまで来ると、どのようなことが起きても、すべてが感謝、すべてがありがたいのですから、目の前のどんな出来事も、辛いことがなくなってしまう。上級者になることは、誰のためでもありません。自分が生きるのに、非常に楽な方法論なのです。結局、釈迦が人々を救済したかったことの本質は、思いを持たなければ苦しくないでしょう。辛くないでしょう。思い通りにならないことがあるから辛いのですよね。では、思いを持たなければいいですよね。受け入れることですよね。ということでした。仏教では受け入れることがイコール悟りなのですが、受け入れることの最高峰の状況が感謝ということになります。釈迦の教えの究極は実は感謝することだった。ありとあらゆることに感謝することが受け入れることであり、受け入れることの最高峰が感謝なのです。